指折られて、それケツに突っ込まれる前にやめとけ。こんな勢いでドエイに詰め寄られたら2秒でやめるじゃないですか。ケンコバのパコパコテレビ。兵藤大輝のシネマな話。はい、というわけで始まりましたよ、また。はい、今回はですね、ワイルドスピードスカイミッションについて語りたいと思います。あの何作か、やっぱワイルドスピードってありますけど、まあ、伝説になっている回ですよね。そうですね。まあ、やっぱりあのポールがちょっと亡くなってしまう最後の言うた遺作というか、はい、それの作品もありますし、はい、ゴリッとジェイソン・ステイサムが出てくる回でもありますから、はい、まあポップですよね。あの見ました、あの冒頭のパーティー、はい、ビキニの姉ちゃんが洗車してて、はいはいはい、でニーニー系の音鳴ってて、はいはい、でそこであの車バン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 ってやりながらあのスタート切るっていう、はい、おそらく生涯で一回も行かへんパーティーやもんなさあれ。まあ行ったと仮定したら、はい、性格似てるじゃないですか、はい、すぐタバコ吸いにどっか行くでしょうね。あの場にようおらんみたいな、もう喋れるやつおらへんからタバコ行きましょう。まあ、軽くまずストーリーから言うと、その弟重傷に負わされた言うて兄貴のジェイソン・ステイサムがやってきて仕返し来ると、はい、でそこにいろんな入り乱れたまた悪い役がおって、まあ三つどもえかぐらいですよね、はい、で戦って、はい、で最後どうなんねんっていうストーリーですけど、はい、ドウェインがなんかこう警察署みたいなとこおったところに、はい、ね、はい、一回席外して戻ってきたら、はい、もうジェイソン・ステイサムがカチャ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 ってやってて、お前何やねんみたいな、やめとけお前みたいな、何がやねんって、もういかついやつ同士の間合いの取り合いがもうドキドキするじゃん。そうですね、余裕なんすね、基本2人とも余裕なんです。普通あんな勢いでドウェインに詰め寄られたら2秒でやめるじゃないですか。すいませんでしたって触ってすいませんでしたっていうところを、もうステイさんはもうカチャ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 ってやって、もう最後ちゃんと USB までちゃんと外してさあやろうかみたいな、何やったら取り出しをしてからの余裕あるかもしれないです、ね、ゴミ箱にスライドさせてポンってなって、取り外してええよってなってからの余裕みたいな。あそこのドウェインが言うた、それどんな状態やねんっていう、お前やめとけ言うてるやろ、お前指折られてそれケツに突っ込まれる前にやめとけって、それどんな状態やねんってならんのってさ、一応指折られて痛い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 言うて、ちょやめてくださいってケツ嫌がるし、ケツに突っ込まれる前にやめとけとか、どんな状態やねんってなったけど、もう全部ドキドキですよね。あそこのまあ、バチバチバトルはもうあれエンディングでしょ。いや普通80年代やったらもうエンディングですね。あそこからですからね、はい、また2度目の絶対行けへんわみたいなパーティーやったじゃないですか、はい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 、金粉塗られまくった女の人がこうやって、はいはい、あの王子のパーティー、はい、まあ、そっから王子の、スポーツカー盗むってなって、はいはい、車入ってで踏み込んでバーって出たらステイサム持ってバンバンって打つじゃないですか、はい、ほんでスポーツカーでバーってなりながら超高層ビルの屋上から車飛ぶじゃないですか、はい、ボカーンって、ほんでワーンってなって向かいの超高層ビルの中段ぐらいにボカーンって入るじゃないですか、はい、キリキリキリってなってブレーキ効けへんで、あの言葉一生聞きたくない言葉じゃないですか、あの状態でブレーキ効けへんってなって、ほんでまたそのままの勢いでウソーンってなって、はい、またバーンって行くじゃないですか、はい、ほんでもう一個ビルあって、はい、そこ突っ込んでいく時見ました、はい、突っ込む瞬間何屋さんなんすこれっていう見せちゃいました。なんかあのそうです、ね、中国の兵馬俑がブワー並んでなんか商談してる、はい、兵馬俑屋さんなんてなってあんな高層ビルの、ね、高層ビルの中華料理屋でええやんってならないですか。何やったんその時間ってなったんが、あのドウェインがこう入院してるところで仲間ピンチってなった時に、はい、バカって立ち上がって用意して、はい、石膏をうってやって骨折してたかもしれないけど、石膏で固められてるやつをうってやったらバリーンってなったんや、まあ元気なんやん。何やったん、ずっとこうやってたベッドで治ってるやんって。でもやっぱり撮影エグいですね。
監督がいるんですよね。ワイルドスピードってもともと1、2、3ってそんな超大作じゃなかったんですよね、はい、もう車走らせとけば、はい、ちょっと潜入捜査官の話みたいな、うん、それが途中からあんなメガ超大作になるっていうのもすごい稀なシリーズじゃないですか。ちょっと色変わっていくというか、はいはい、でスカイミッションの監督がジェームス・ワン監督なんですけど、それまで基本ホラー撮ってる人なんですよ。へー、そこであのメガ超大作ジェームス・ワンに頼もうかってなった会社すごくないですか。いや、どういう白羽の矢が立ったらそれになるのってなりますもんね。テレビで言ったら何なんすかね、何やってるディレクターにあの番組やれみたいな。 BS の世界機構とか撮ってるディレクターにケンコバのパコパコテレビいや両方すごい番組ですよ、はいはいはい、それもすごい番組ですけど、はい、色合いが、凄さの色合いが違うじゃないですか。そうそうそう、そんなでもそうですよ、そうですあの世界機構撮ってるやつにやってもらう、パコパコテレビで健康はもうで、ええやつやからおいいですねってなって後ろの矢が立つみたいなもんでしょう、はい、いやほんまそうですね。もう嫌やろな、途中でっていうぐらい、はい、もうシーンが割れていくじゃないですか、はい、豪快なカーアクションで、はい、もうよう撮ったな思って、どんな頭の中してんやろって思いました。いつもそれ思って見るんですよ。1秒ないぐらいのカットがもう何百何千ぐらいあるじゃないですか、はい、最後バーって追われるんですね、はい、ドローンに、はい、でみんなその言うたら 山で助け、まあ、救出したその、まあ、一人の女の人を全員が守るんですね、はい、チームが。でブーン走ってて神の目っていう、はい、もうどこにおったって衛星からもうバレる、それが原因で狙われるんですけど、その女の人は、うん、でそれでロックオンされて街中で絶対バレるんですけど、はい、乗り換えなあかん時の、はい、一発目の乗り換える時見ました、はいはい、車がブワー来てキューってこう、ま、なんていうんですか、こう昔のジェミニの宣伝みたいな、はいはい、ヨーロッパの、はい、キューってこう回りながら窓を開けて飛び込むじゃないですか、はい、あれ大喜利の答えやんってならないですかありえへん車の乗り方って言って車こうなって言って、はい、うまい芸人が出してそうな、はい、窓から突っ込ますみたいな、はい、言うたら何台も乗り換えなあかんから、うん、これ一発目でこの乗り換えすんねやってなって、うん、二台目どうなんやろ思ったらまさかの普通に飛び降りたでしょそこはもうアイデア出てけえへんかったんですかねもうだいぶ悩んで思うんですよ。あんなすごい作品作った人やから、はいはい、いや、ね、1代目怖いなあかんてってなったけど、はい、もう無理やったんでしょうね。うまあ何日か前からあれどうします、あれ2つ目どうしますって監督言われて、分かってる分かってるって言って何も考えへんかったんでしょうね、はい、多分俺らの世界でもようあるから、はい、分かってる分かってるちょっと考えておこうって1個も考えてんかったんでしょうねで今いざ現場になった時にうわどうしようってなって思いつこもたのにってなって飛び降りるってなって、お月のレスマンみたいなのが意表ついてそれめっちゃやと思いますってなあそうやんって普通やったら1回目に飛び降りますもん2, 回2代目ですよね、はい、そうそうそう2代目で斬新ですでそれで行こうってなったんでしょ飛び降りようっていやもうすごいあれは。でもまあどうなっていくんでしょうねこれから。まあ今旧待機中ですけど、いやなんかもう一周回って人情話みたいになってくるんですかねもう車もそんな乗らんとなんか寅さん的な松竹映画っぽい感じってあのビンズ・ディーゼルは毎回あの去っていくみたいな、うん、山田洋次さんやってほしいですよね。やってどんなワイルドスピードなんやろ。80キロぐらいですかね山田洋次監督はむちゃくちゃ高校生というか、はい、品ある方じゃないですか、はい、山田洋次監督の無茶な感じ80キロぐらいちゃいます、ね、110キロぐらいのちょっとでなんかあのスピード違反で捕まるとか、はいはい、そこにあのコメディアンが出てきて滑稽なやり取りしてそれから警官がビー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 ってなって
ぬくみず陽一さんぐらいが、はい、ビビビビビってなってドゥンドゥンってなってズラ飛んでいくありがちですね。でそのズラがフワーってカメラのとこに来てバーンって張り付いてワイルドスピードみたいな。そっからどうなんやろその話。めちゃくちゃ見たいですけどね。だから日本で事件が起こって、はい、乗り込んでくんちゃいますみんな。だから六水洋一さんとドウェインが共に、はい、あ、じゃあ日本人俳優もいっぱい出てきて、いや出てくるでしょうね。それパート10やったらなかなか楽しみですよね。面白いですよね。誰出ますほか。あと誰出るやろな。日本でチーム作らなあかんやんけってなって、そうですね、まあ、六水洋一さんは絶対入ってきますよね、はいはいはい、カローラぐらいで、はい、前田銀さん。まあそれは山田洋次組やから。そうですよね。あ、山田洋次組もちょいちょい出て、それ出てもらわんとということですから、で出ていただいてワイルドスピード何の筋ミッションかなんかでこの辺を散りばってもらうっていうのを10で10でね、なんかそれぐらい変化ちょっとしないとね。どうします、もし監督で撮ってくれってきたら。いや何日でって多分なると思います。僕逆に出てって言われたら一緒ですよね。ああはいはい、体仕上げてもらうの困んねんけどって、はい、ドウェインぐらい、はい、え、何日ですかってちょっとだけ今の体にして、はい、今これですとオーディションね、はい、どっかのホテルでやってる日本で今この感じですけど、うん、いいと思う、いいと思う。あのだから仕上げてもらったらええやん体はって言った時にやっぱ言いますね。何日じゃなくて何年ですかですけど、この場合何年ですかって。まあ3ヶ月で。わあ3ヶ月か。でも2ヶ月半ぐらい経ってあと半月やってなって脱いでちょっとだけまた乳たるんでたら終わりやってならないですか。もうすぐ俺タカスクリーニングいやと思いました。タカスクリーニング行ってもう腹筋シックスパックしてもらってやってみたいかな。いや出てほしいですよ海外映画。そうですね、ぜひちょっと海外映画あのそういう役あったらお願いします。あのワイルドスピードじゃなくてもいいです。あのそれでまたここで喋ります。はい、ありがとうございました。話やというわけでまたチャンネル登録よろしくお願いします。